5月31日の、名古屋での金曜行動の様子を、名古屋関電前の金曜行動の様子を中継させていただきます。よろしくお願いします。今日は地下鉄前で絵を、脱原発コードの絵を描いて去る方もいます。今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、必ず止める。
Hi, Johnny.
原発なんかいらない、原発いらない、原発グッバイ、原発グッバイ、原発バイバイ、放りを止めろ、放りを止めろ、輸出なんかするな、輸出なんかするな、放りを止めろ、放りを止めろ、原発いらない、原発なんかいらない、鉄管原発入ろう、鉄管原発入ろう、鉄管原発いらない、鉄管原発いらない、廃炉に賛成、原発いらない、原発なんかいらない、原発いらない、原発なんかいらない、鉄管原発いらない、鉄管原発いらない、鉄管原発いらない、原発廃炉、原発廃炉、廃炉に賛成、廃炉に入ろう、廃炉に入ろう、廃炉に入ろう。
¡Canta y dentro que hoy yo te veré!
未来のために世界のために地球のために原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、福島原発事故においても東京電力は一
福島原発の中にあった放射性物質を東北一帯にばらまきました。しかしながらそのばらまいた放射性物質を除去する除染作業は地域住民や自治体に押し付け、自分たち東京電力は何もしませんでした。東京電力は自分たちが出した放射性物質の後始末ぐらい自分たちでやるべきだったのではないのですか。関西電力も同じです。関西電力においてはもうすでに使用済み核燃料貯蔵プールが満杯になった以上、もうこれ以上は使用済み核燃料を受け入れられない、受け入れられないということですから、もし使用済み核燃料をどうしても出したいというのであるならば、それを関西電力の本社がこの関西電力支社の中に保管施設を作って自分たちで保管したらどうなんですか。関西電力は自分たちの核のゴミぐらい自分たちで何とかしなさい。他人に押し付けるな。それが嫌だというならば、関西電力はもう使用済み核燃料を出さない、すなわち原発を停止することです。それ以外の選択肢はありえません。関西電力は直ちに大井原発を止め、高浜原発を含め全ての原発を再稼働させない、全ての原発を廃炉にする、脱原発に踏み切るよう私たちは何度でも訴えたいと思います。ありがとうございました。他にスピーチされたい方いらっしゃいますか。いいですか。じゃあコールに戻ります。じゃあ、元気にお願いしますね。はい。大井原発再稼働反対。原発再稼働反対。三浜も入ろ、みんな入ろ、原発いらない、一つもいらない、原発なくても電気は足りてる、電気は足りてた、大井原発再稼働反対、大井原発再稼働反対、廃炉に賛成、みんな廃炉、電気は足りてた、原発いらない、関西電力嘘つくな、断層あるのに動かすな、原発危ない、地震で壊れる、今すぐ止めろ、大井原発今すぐ止めろ、原発壊れる、放射能を切れ、原発危ない、放射能が漏れる、地球が汚れる、原発いらない、子供を守れ、大人を守れ、環境を守れ、緑を守れ、ふるさとを守れ、原発いらない、今すぐ止めろ、断層あるのに動かすな、地震で壊れる、原発爆発、原発
ズも入ろ。原発危ない。放射能が燃える。今すぐ止めろ。環境を守れ。Come on.
再稼働反対大井原発再稼働反対元気は足りてる十分足りてる関西電力嘘つくな Thank you.
Thank you.
¡Ay, Dios mío!
5月31日の名古屋での金曜行動関連前の中継をが終わりました、今日は100人くらいかな。すごく楽器もたくさんあって名古屋の関連前特有のエネルギッシュな皆さんに伝わったでしょうか。6月2日には、東京で、ノニュークスデイ、の行動があります。
IWJ 愛知1チャンネル5月31日のデモの様子を、金曜行動の様子を中継させていただきました。途中で何度か中継が途切れてしまったと思うんですけれども、ご迷惑をかけてすみません。これで中継を終わりたいと思います。ありがとうございます。いただきます。いいですか。はい、似合いでございます。手を売る人なんかいないんですけどいます。ちょっとだけ、ちょっとだけ聞いてください。はい、茨城の方の、原子力機構で高速、加速施設において事故が起きたのは皆さんもご存知と思います。そんな施設は全国で12あるらしいです。で、そのうちの一つが岐阜県、土岐市の核融合科学研究所でございます。他にもたくさんあるんでしょうね。ちょっとニュースの中でおかしいなと思う点がありまして、要は事故が起こってから施設の線量が上がるからフィルターもない換気扇を回して外部に放出したと。簡単に考えますと、風下の民間の方々はどうなってるんでしょうか。兵士が、武器を持った兵士が民間人を撃ち殺しているような状況じゃないですか。ちょっと理にかなってないんですよ、やってることが。当然自分たちも守らなきゃいけないけども、それよりもしなきゃいけないのは一般の方々の健康とかそういう部分を考えるべきじゃないですか。それから毎日のようにニュースで原発事故の訓練をと言ってますけど、訓練が必要なような実験はね、施設はね、いらないっすよ。一昨日も、昨日ですか、南海トラフ連動地震の地震は予期ができないって言われましたよね。去年の段階では向こう30年にわたって 88% の確率があると言ってたんですよ。その答申はね、4月の段階で一度出て8月に下方修正したんです。それに合わせて中部電力は防水堤を上げたり下げたりしてるんです。おかしいでしょ。絶対ね、絶対って言葉はないんですよ。地震が誰か止めれますか。地殻変動止めれますか。誰も止めれないですよ。難しいことを言ってるんじゃないです。自分の心に考えて何が大切かということを考えれば答えはちゃんと見えてくると思うんです。ご存知の方も多いか多いかどうか分かりませんが、僕オートバイの事故で
右足を失ってます。てかちゃんちょっと映してくれる、義足なんです。これは自己責任です。28年ぐらい前ですか、一度ね、失ったものはね、どんだけ泣いても怒ってもね、元には戻らんのですよ。原発事故も同じです。一度ね、事故が起きてしまうと、今福島で起こっているような状況がどこでも可能性があるんです。今僕がこうやって立っているのは義足という代用品があるから、今僕こうやってここに立っているんです。亡くなった足の代わりを義足がしてくれてるんです。原発がなくなり、原発が爆発しました。安全神話はなくなりました。それに代わる次のエネルギーを考えていく方向が正しいんじゃないですか。日本人は和人の和です。平和の和です。知恵の文化です。知恵を出すことが大切じゃないんですか。変化は進歩でも、進歩する中で歯を食いしばらなきゃいけない時もある。人生の中にはみんなで乗り越えていきましょう。そんな思いでちょっとだけ話させてもらいました。2日の日東京行くよ。おーすごい、ルーさんが行けば。ありがとうございました、名古屋の素敵な脱原発を訴えている、素敵な人です。ありがとうございます。またね。はい、すごい熱い思いを話していただきました。ありがとうございます。ではこれで、5月31日の愛知での、名古屋での関西電力東海支社前での脱原発の緊要行動の様子の中継を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。